テクノロジーが見せる諦めない日本代表による1ミリメートル以下の世界伊藤健二 KK2 山岳館連携首席研究員参考学園理事長特別補佐戦略担当日本のワールドカップはドイツスペインに勝ちベスト16で終わりました諦めず戦い続けた日本代表は勇気をくれました本当にありがとうございましたワールドカップではさまざまな 諦めないプレーがありました日本スペイン戦は皆さん盛り上がりましたね視聴率も瞬間最高視聴率34.6%だったようですミト・マ選手の諦めないセンターリングは 1mm 以下で残っていたボールを VAR ビデオアシスタントレフェリーで確認でき得点になり決勝リーグにつながりました今回のワールドカップから新たに導入された半自動オフサイド技術 テクノロジーに関する説明の図がわかりやすいですによるものでボール内のセンサーの位置データと12台のカメラ映像を組み合わせて判定されています位置データは1秒間に500回フィールド上の位置データが発信されています試合後もいろいろと話題になりましたが FIFA からテクノロジーによるエビデンスを用いた公式な説明もありましたミト・マ選手の絶妙な1ミリメートル以下の世界を説明してくれる 新たなテクノロジーが世の中で大きく認識される機械となりました余談ですが半自動オフサイド技術はソニーグループ傘下のホークアイイノベーションが提供する映像トラッキング追跡システムのようですデジタルでないと見れない世界を改めて実感させてくれました三苫選手をはじめ日本代表の皆さんドイツスペインに勝ったベスト16ありがとうございました また4年後には次の新しい景色を見せてくれることを期待しています。KK2 はメッセージフロム KK2 第762号でご紹介しましたデジタル仕事力チェック DSC を提供しています。6カテゴリの一つのデータ活用力のカテゴリにはデータ活用を行うため目的を設定し達成するための課題仮説を論理的に考え原因 解決策を探るためのデータを準備できる。という項目があります。上記半自動オフサイド技術は、ボール等からデータを準備し、可視化をして、サッカーの試合の中での判定に活用されています。もう日常の中に、こういったテクノロジーが溶け込んでおり、デジタル社会であることを実感します。皆様のリスキリングに向けて、DSC で、デジタル仕事力の6カテゴリー57の項目で、 自分自身が認識できていること、できていないことを考えるサポートをしていきます。6カテゴリー57の項目、確認してみませんか